ゃあ、はい、出発します。はい、お願いします。今日のゲストは阿部ちゃんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっといろいろ聞いていきたいんですけど、はい、はい、学生時代はどんなお子さんでしたか？学生時代はですね、うん、一応高校まで、うん、行ってですね、うん、まあ、卒業してすぐ就職しちゃうんですけど、うん、まあ、学生時代はですね、まあ、元々あんまり頭も良くなかったんで、うん、偏差値はかなり低い高校、うん、一次で落ちて、うん、二次募集でギリギリ入れたという奇跡がありまして、まあ、おかげさまで高校は行けたかなと。いう感じですね。でいきなり就職、進学せず。そうですね、基本的には、まあ、学生時代、まあ、好き勝手遊んで暮らしてたんですけど、うん、特に就職先も決まらず、うん、地元の先輩に、うん、まあ、遊んでんだったらうちバイト来いよということで言われていったバイトが、うん、まあ、建築の仕事の中で防水工事っていう仕事あるんですよね。はい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 、はい、防水屋さんだったんだ最初。 そうです。でそれで修行して、まあ、そのバイトで行ったのが御殿場のプレミアムアウトレットとか、お、まあ、それの長場のゼネコンの現場の屋上防水みたいな、はい、はい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 。で、まあ、結局そのバイトしながら就職しちゃったんですね。で、まあ、就職して、まあ、1回別の会社に引き抜きみたいな感じで転職して、うん、まあ、その会社に恵まれて一、うん、つの営業所みたいな感じで、はあはあ、職人も20人ぐらい抱えて、うん、雇われ親方みたいな感じで、まあ、ずっとやってたんですけど、うん、まあ、ちょうどリーマンショックがあったタイミングで、うんうんうん、こう新築の物件とか動きが止まっちゃって、うんうん、でまあ、その時に、まあ、社員たちもいるんで、うん、生活もあるしどうしようかっていうので、まあ、ちょうどいいタイミングだから、うん、そしたら育てた社員たち残して、うん、俺は一人で独立して自分ちょっとやってくんだっていうことで、ね、まあ、その当時のお世話になった社長にも、まあ、相談して、うん、まあ、自分一人で独立して、まあ、その時ってさ給料どのぐらいだったんですか？その時給料でもそれなりにもらってたんで、まあ、稼ぐ時にやっぱ40から50ぐらいとか、はい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 、はい、でまあやっぱそのリーマンショックの時って23とかだったんですよ年が。あ、23歳、もう23歳で 4,50 じゃいいね、まあ、ただその代わり結構仕事は管理から、まあ、現場自分で職長で叩いてみたいなこうやったりしてたんで、まあ、それなりに稼がしてもらって、でもさ独立するとさ、その 4,50 がさ、まあ、倍になるかもしれないしゼロになるかもしれないわけじゃないですか。本当です、本当です、ね、よくやって、いや本当にそのスタートラインですかね、もうリーマンショック直後に起業しちゃったんで、うんうん、まあ、当然仕事もないし、ないよね。あとやっぱり業界的にそのお世話になった会社の客を取れないんで、うん、あ、そうだね、まあ、自分の道で開拓しようっていう約束の中でこう全然関係ないルートでやってたんで、当然仕事もないし、うん、っていうところで1年2年、うん、まあ、それぐらいはよくある常用でこう応援に行かせてもらってとか、そうか、防水のその技術はあるからね。そうですね。あ、なるほどね。でまあその時に思ったのはやっぱ先に据えて防水屋だけっていう一つの職種じゃやっぱりこの先厳しいだろうっていう、でその時にやっぱ個人で動いてるんで、はいはい、いろんな建築にかかる内装とか外装を含めていろいろ勉強して、うん、でまあ、当時スタートラインで3人ぐらい職人いたんですけど、うん、まあ、この2年ぐらいの間でお仕事も安定してきて、うん、ピーク時で職人20人弱ですかね、使いながらまあ個人事業主でやってたんですけど、うん、まあ、大体2年から3年ぐらいでこう税金の関係とかもあるし、あ、個人にしようみたいな、はい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 、でまあ、その後法人化して、うん、法人化したのは何歳の時？法人化したのがちょうど、まあ、24の時に、早いね、独立して個人で3年やったんですよ、うん、それからなんでその後に法人化してだから、うん、多分27、まあ、そうかもしれないね、そうだね、今いくつだっけ？今39ですね。じゃあもう12、3年やってるのか。そうです ねだからまあ法人で今11期とか12期目突入で個人で3年だから、まあ、15年近くやってるのかなというところで、今は防水屋じゃないわけじゃん。そうですね、ただ当時やっぱ育てた職人たちが防水とか塗装とかいろいろやる職人とかもいるんで、うんうん、昔に比べて職人もぐっと減っちゃったんですけど、うんうん、そのメンバー残して
防水の仕事も当然やりながら、 あとはその総合的なことをやってるわけよね。そうです、そうです。もうあの総合建築みたいな感じで、まあ、年間に新築何棟か建てたりとか。あ、すごいね。あとは、まあ、あの店舗をもうスケルトンにして一から設計して作ったりとか。なるほど、なるほど、ね、うちの会社であの設計事務所登録とか、うん、特定建設業とかも取ってるんで、うん、自社設計して建てたりとか、はい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 、っていうのもやってます。それなんでそうなったの？その防水だけやってたのが、急に建物建てるわけでしょ。そうですね。それなんかきっかけはっていうのは、やっぱりずっと個人から法人なりしてもそうなんですけど、うん、あの大きい現場とかだと1時がいて2時、うん、3時とか、まあ、まあ OK みたいな感じでやってる状態で、やっぱり利幅もそうですし、下請けなのに責任があったりとかも、まあ、そういう歯がゆいところもありながら、まあ、できるだけこう自社が元請けになって取れるようにシフトしていこうっていうのが、なるほどなるほど、まあ、法人になって 2,3 年のうちにこう意識しだして。すげえな。ですね。だから現状今元請けでやってる仕事が7割型とかで、残りはまあ古から付き合ってる企業さんからのお仕事を直接いただいて。なるほどね。仕事はどっから取るの？じゃあ基本的には、個人とか法人のお客さん直で、うんうん、このやっぱ15年間の積み重ねでこう取引してる会社さんもあったり、はいはいはい、個人の、まあ、物件いっぱい持ってるお客さんとかもいるんで、うん、まあ、そういうお客さんから、まあ、マンションとかであれば大規模修繕を計画立てたり。なるほど、なるほど。あ、じゃあ入札とかじゃないんだね。そうですね。う、うん、まあ、一時期は入札もやってたんですけど、うん、手間の割にそこまでかなっていうので、 あんまり入札は意識しなくなってます、ね、こう、じゃあ例えばランボ買ったりとかってのはいつぐらいからこう。そうですね、ランボ買ったのは4年、買えるようになったっていうの、なんていうの、現実的に、うん、ただあの僕のこう生き方っていうのが車は好きだったんで、うん、勤めてた時からもそうだったんですけど、うん、お金ないけど無理やり背伸びして車を買いたいみたいな。でもさ、俺それって大事だと思うんだよね。なんか身の丈に合ってこない。そうですね。なんかそれね、身の丈以上のものを買ったとしてもさ、最終的に帳尻合うというかさ。そうです、そうです、ね、で結局それをしちゃうとですね、うん、もう自ずとそこに向かっていかないと、ね、それに似合う男になってくるよね。そうですね。だからあの全てにおいて最初、うん、まあ、会社始めた時もそうなんですけど、もともと埼玉 の、はいはいはい、あの田舎の方でこうスタートを切って、うんうんうん、で本当スタートラインなんか自宅で登記してとかやってたんですけど、事務所を構えるようになって、はい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 、私埼玉出身なんで、うん、埼玉の方から始まるとこうやっぱ東京に拠点を置きたいなとか、うん、やっぱそういうことも考えるんですけど、うん、最初日本橋に支店で置いて、うん、で今南青山の方なんですけど、埼玉の方でやってないの今？今支店として あるんだ、あっちは田舎なんで300坪ぐらいでヤードがあって、事務所と倉庫兼、まあ、基本埼玉から始まってるんで職員たちも埼玉が多いんで、まあまあそうだよね、はい、まあ、やっぱり背伸びして東京に事務所出すことも、特に青山の事務所も家賃も高いんで、ね、高いよね、それはね、そうですね、あそこも使って7、8年近くなるんですけど、どう出して良かったのか、意味なかったのかとか。良かったと思います。あ、やっぱりいいんだ。取引先のやっぱ信頼度も違いますし、うん、確かに確かに、そうですね、やっぱり埼玉の方に本拠地があるとかっていうよりかはっていうところで、なるほどね。やっぱ結局車も好きで、ランボ買う前にポルシェとか乗ってたんですけど、あ、そうなの、あ、そうそう、ランボの前がポルシェ。そうですね、うん、その前はこの前はもういろんな車乗りました。 BM はもう3から始まって7シリーズが全部乗って、うん、まあ、ベンツもそうですけど、で最終的にアベンタ買う前がポルシェだったんですけど、うん、まあ、たまたまやっぱ4年前ぐらいにポルシェでちょっとツーリング行こうってなった時に、それちょっと早い系はポルシェが初。そうですね。あ、そうなんだ、ただやっぱりツーリング行って思ったのが、うん、もうアベンタの音って圧倒的に違うじゃないですか。そうですね。そうで、それに痺れちゃって。そうなんだよ。そう、もう帰りそのまま麻布のランボ行っちゃったんですよ。で、まあ、たまたま縁があってその時見たのは SV があったんですけど、あ、これいいなっていうの で、うん、で話進めてたら、うん、まあ、地元からよくお付き合いのある車屋さんが、うん、名古屋で S の、うん、まあ、ゴールドみたいな色なんだけど、うん、いいものあるから見てみない、うん、たまたま僕青山にいる時に、うん、
青山まで持ってきますよ、持ってきてくれて試乗したんですけど、うん、すぐ気に入ってしまって、もう今日これ乗って帰っていいって冗談に言って、うん、本当に買うならいいですよ、名言もしてなかったんですけど、あ、 そう、そのままかみさんに何も言わずに家まで乗って帰って買っちゃったみたいな感じで、見ちゃうとダメだよね、欲しくなっちゃうよね。そうですね、うん、やっぱ買ってよかったんじゃない、こう友達もね増えるだろうしさ。そうです ね、まあ、本当にその買うまでの生活のリズムって仕事しかしてなかったんで、まあ、お酒飲むのはお客さんの付き合いで飲む、はい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 、あとは地元の仲間だはもう年に1回あるかないかぐらいになっちゃって、まあ、それこそ東京にも拠点あるとこっち来ちゃうんで、まあ、ほぼ遊ばずに仕事オンリーで来てたんですけど、やっぱ最近本当にこの車の仲間増えたりとか、まあ、車の仲間同士もちょっと仕事のやり取りとかもあったりとか、まあね、そうだよね、まあ、よかったなっていう感じです、ね、いろいろね刺激もらったりもするしね、いいよね。そうですね、ただやっぱ人生の中で、私が学生時代からそうだったんですけど、うん、家がすごく、うん、貧乏だったんですよ。あ、そうなんだ。まあ、父親が小5で死んじゃってて片親で育ててもらってて、お母さん一人で。そうですね、やっぱり、まあ、中学校高校ってグレてボスログやったりとか調子こくじゃないですか、うんうん、ただやっぱり高校辞めずに卒業できた理由っていうのは、うん、やっぱおふくろ一人で育ててもらって、はい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 、貧乏なのになんとか学校入れてもらったんで、うん、卒業しなきゃ申し訳ないっていう、まあそうね、うん、とこがあって。兄弟は？兄弟5人兄弟です。すげえいるじゃん。で、まあ、ほんと全員兄弟が不良一族みたいな感じで、その末っ子なんですけど不良一族不良一族の末っ子はもうちょっと立ち悪いな。そうなんですよ、うん、まあ調子こくじゃないですか。まあね、兄ちゃんとかいるしね。そうですね、うん、ただやっぱりその中で親父が死んじゃってからもすごい家がお金もなかったし苦労してきたんで、うん、安倍ちゃんが小学校5年、ね、5年の時に死んじゃったの。やっぱ父親も建設業で事業やってたんで。そうなんだ。まあ、死んでやっぱもうちょうどバブルが弾けたタイミングだったんですけど、住んでた家もなくなって、そこからずっとアパート暮らしで、ともかく仕事できるようになったら、うん、何でもいいから稼い で、うん、でまず自分の城を持ちたかったんですよ。はい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 、19、20歳になる手前ぐらいでもう、うん、たまたま家が売り出てのあったんで、うん、ローン通るか分かんないけど、うん、通して買ってみようと。すごいね。で、まあ、21ぐらいに引っ越したんですけど、すごいじゃん。その時も契約して買えたんで、まあ、ただその当時一応事業所任せてもらって、うん、まあ、それなりの給料ももらってたんで、まあね、ローンも取ったっていうのもあって、それも感謝してるんですけど、まあ、ただ20歳ぐらいで建て売りで安い家買っちゃったんで、うん、まあ、今もうなんか増築しまくって、すごいことになってますけど。そうなんだよね。その時のね、なんかどんどん合わなくなってくるんだよね。なんかね、住まいってね。なんかね、住まいってね、人生にね、3回ぐらいやっぱ変わんないとダメらしいよ。聞きます ね。そうね。やっぱ私も建築すごい好きなんで、うん、次建てるや土地広くて純和風の、うん、まあ、池でもあるような家がいいななんて思って、うん、まあ、考えてはいるんですけど。うん、ただやっぱ結局車が好きでこうランボ買ったりするとその家の庭にガレージ建てるような。そうだよね。で、まあ、当時娘もちっちゃかったんで、うん、じゃあガレージ建てたら屋根の屋上作ってプールでも作っちゃうかって言って、うん、まあ、プール作ったりとか。プール作ったの？プールあります。プールあんだ、いいね。俺プール憧れるな、プールのある家。まあ、ちっちゃい頃はよく一緒にプールが入って、うん、こう仲間の子供たちも呼んで遊んだりしたんですけど、うん、友達も喜ぶよね。そうですね。まあ、今はあんまり使う機会ないですけど、ただやっぱまあ、リゾートっぽく作ってるんで、本当はまあ、夜とかビール飲んだりとか言ったりできるはずなんですけど。埼玉県某所にあるんだね。 そうなんですよ。まあ、Google マップで見るとプール付きの家はうちぐらいしかないかなという感じなんですけど。すごいね。じゃあ最後に、阿部ちゃんが思う成功の秘訣とは。そうですね、まあ、ともかく、自分に正直にまっすぐ仕事をするっていうことと、まあ、結局やっぱり自分がやったことは自分に返ってくるんで、自分に厳しく、自分に厳しく必死にやっていけばおのずと成功するんではないかなと思います。なるほどね。自分に厳しく。そうですね、はい、いきたいと思います。はい。ありがとうございました。はい、今日のゲストは阿部ちゃんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。